こんばんは、ゆかりです。今回は、トミックス自動運転システム、ティーノスを手動運転ができるように配線を割り込ませます。トミックスの自動運転システムは、車両側の加工が不要で、レイアウト側にティーノスシステムを配置することで、自動運転を行うことができます。決められたパターンがあるので、それに合うようにレイアウトを組む必要があります。あとは、配線がすごいことになります。それでも、設置さえしてしまえば、パラメーター調整は必要ですが、車両側の加工が不要なのは大きなメリットではないでしょうか。あとは、価格がそれなりにします。ゆかり鉄道のレイアウトでは、内線、外線がありますが、外線にティーノスシステムを導入しています。11両編成まで自動運転ができるようにさせていますが、さらに長い編成の車両も増えてきて、長編成同士のすれ違いも見たくなってきました。しかし、ティーノスシステムでは、区切った閉塞区間をまたぐような使い方はできないので、どうにか手動運転ができないかやってみます。動画は、ティーノスシステムの、追い越し運転をしています。ただいま、先に出発した8500系が、副本線に入りました。ここで通過待ちをします。201系の快速列車がやってきました。201系電車が、2区間先に行ったので8500系が出発します。このように、手動運転では大変なこともしてくれます。まずは、ティーノスシステムを導入するときに、レールを区間ごとに区切って絶縁していますので、電気をつなげて、流したり、止めたりできるようにする。スイッチをつけていきます。方向性や、回路がわからないので、テスターで調べます。今回はプラス、マイナス両方切り替えたいので、6極タイプのスイッチを購入しました。このスイッチはオンオフにも使えますが、回路の切り替えにも使えるようです。調べたら、簡易的なパネルを作っていきます。まずは仮で、段ボールに埋め込みました。いきなり、線が大変なことになっています。ゆかり鉄道のレイアウトでは、ティーノスの閉塞区間が7区間あるので、配線が大変なことになりました。出来上がりはこんな感じです。各閉塞区間を選択してショートさせる回路です。これで、各区間を電気的につなげて、ティーノスの手動運転モードで、走らせようとしたのですが、電流値が足りないのか、トラブルが発生しました。ここは、ティーノスの手動運転モードは諦めて、別のパワーユニットを接続することにしました。トミックスの入門的パワーユニット、N600 です。これを使って、別に電気を流します。外線に常磐線103系の15両編成を走らせます。止まったりしないで順調に走りますね。無事に手動運転に対応させることができました。最後は、長編成同士のすれ違い運転を見ていきましょう。
パワーユニットを2台使用することになったので、このように並走して走ることもできます。遊び方が広がりますね。ジーノスは列車のスタート位置が決まっているのですが、その位置まで列車を送り込むのも楽になりそうです。いかがだったでしょうか。今回はトミックスジーノス自動運転システムを手動運転できるようにしました。遊び方の幅が広がっていいですね。鉄道模型、電車をメインに動画をアップロードしております。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。